アーティストチョッチです。りっちゃんです。のみちゃんです。ラリルりょうけんです。よっぺんです。はい。というわけで今回はですね、何をするかと言いますと、前回チャンネル登録したくなる動画作りみんなしましたよね。はい。今回もね、その動画制作の部分いきたいと思うんだけれど、今回のテーマが、お風呂に入りたくなる動画です。難しいお題ですが、でもこれ永遠の課題ですからね、やっぱりお風呂に入るっていうところは。そうだね、めんどくさくなったりするからね。そう、私も結構好きじゃない。そう確かにね、お風呂とかシャワーに入るだけで面倒くさいからさ、すごい夜中に入ったりしちゃうよね。する、めっちゃあるあるだよ。そういうことがあると思うのでね、僕たちの動画でその面倒くささを吹っ飛ばしてみんなお風呂を楽しんでいただければと思います。はい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 。でね、もうすでにね、メンバー全員その動画制作しております。作りましたよ。はい、ということで今回その動画をみんなでね、見ていきたいと思います。今回は全然想像つかない、みんながどんなの作ったかね。俺も想像つかないね。そう、ちょっと前回はちょっと私も本当にあれ消したい過去だから、もうそうなの。よし、と誰かぶりしてダダかぶり。俺も消したいよ、マジで。俺も消したい。今回は絶対にかぶらない。もう完全オリジナル、オリジナルだから。オリジナルです。はいはい、じゃあそれではよっちのお風呂に入りたくなる動画よろしくお願いします。はい、VTR と。すごいすごいすごい。なになになに、なんか VR みたい。なになになに、これ何の映像これ。おお、なんか泡が。おお、シュールだね、なんか。なんの英語だよ、これ。なんの英語だよ。絶対海行ったよね、今。絶対海行ったよね。すっげえじゃん、これ。すげえ。あなたの自宅のお風呂にも突然海が現れるかもしれませんよ。ゆっくりお家でしっかりお風呂に浸かって温まりましょう。何や最後のこれ。なるほどなるほど。すごい。なるほどね。そういうパターンね。なるほどなるほどなるほど。はいはいはい。確かに確かに。子供はまあそうだね。子供はねちょっとね、お母さんうちのお風呂にも海現れるかなとか言って、そういう想像をかきたてるような作りにしました。確かに。信じちゃうね。でもこれちょっとさ、一個あってさ、これさ1個あってさ、これ1回しか入んなくない？1回しか入らなくないこれ。1回入ったらもうさ、いなかったじゃんってなってさ、次から入らなくない？そう、1回限りだ。1回限り。まあまあでもね、大事大事大事。使い捨てだ。1回限りですね。ちょっと次、次いっていいっすか？もうちょっと次にいっちゃう。いや、何これ自信ない人から順番にいく系？自信ない、ちょっと自信ないっていうか、あんま面白くない。いや、実際私よっちよりももっとシンプルかもしれない。シンプルなんかでもそのなんていうの、心理的にお風呂に入りたくなるような動画にはした。ちょっと気になるね。ちょっとじゃあ行きましょうか。ちょっと長いんだけど私。それでは私の VTR どうぞ。はい、みんな席ついて。先生が来たわ。はい、じゃあ教科書82ページ開いて。今日はバクテリアについて勉強したいと思います。バクテリア、バクテリアはね、私たちの身の回りにたくさんうちゃうちゃすんでる、バイキンね。だから今日は有名なバクテリアを3つ紹介するわね。まず1つ目がハウトゥー系ね、ハウトゥー系、グリーンインセクト。これはね、私たちの身の回りに一番たくさんいるバクテリアなの。理科の授業にもいるし、もちろんあなたたちの手のひら、体にもたくさんいるバクテリアなの。そして次がすごいトゲトゲトン。これはね、もう見た目からしてわかると思うけど、本当にこれまあ最後まで見て、最後までちゃんと免疫力が下がってすぐに病気にかかってしまうの。そして最後がこれ、これはモスイム。こいつはひとたび人の体にくっつくと水で流しただけじゃ落ちないの。すごくしぶといバクテリアなの。はい、ということで今回はね、3つのバクテリアを紹介したんだけども、私たちの身の回りにはね、他にもたくさんいろんな種類のバクテリアがいるの。でも大丈夫、毎日ちゃんとお風呂に入って頭とか体を石鹸で洗えば繁殖する。いや似てないやろね。もう1日でも入らなかったらこのバクテリアたちが体の中で2倍3倍10倍100倍ってよよ増えていくって考えたら気持ち悪くない？だから私いやちょっと待ってなんかあれ悪徳いや悪徳じゃないよ。今日の授業ちょっと喋り方がね、はいということでですね、今回は心理的に強い感じだね。そうだからなんかそのバクテリア、まあ実はねこれ言ってること全部嘘なんだけど、全部適当なんだ。嘘ではないんだけど、その出てきたバクテリアは全部架空のものなの。だけどその本当にお風呂に入らなく、まあその普段からバクテリアっていうのはたくさん人の体にいて、でその体を洗ったりすることはそういうバクテリアをこうなんていうの流したりする意味もあるっていうことを分かりやすく伝えるためにあんな感じにしたって感じかな。なるほどね。いやでもねこれはねためになってるよ。これはそうなんか視覚的に気持ち悪さを伝えようと思って。嫌じゃない？ああいう写真がさ、あれが自分の体にいると思ったら嫌じゃない？嫌だね。っていうそういう精神的な感じで攻めてみた。なるほどですね。いや素晴らしいハウトゥー系の動画でいい動画だったと思います。入らなきゃいけないと思っちゃったわ。そう気持ち悪いってなるでしょ。はい。じゃあ次は誰いきますか？じゃあちょっと俺いっていい？おおここでグッピンが来ましたね。俺もねどっちかいうとハウトゥー系になるんで。はい、毎度す、アイムグッピー。ようこそ世界お母さん攻略研究所へ。今日の授業はお小遣いを確実にもらえる方法について勉強していきたいと思います。心して聞きたまえ、高評価を押したまえ。最近新しいゲームを変えていないそこの君、この方法を実践してお小遣いをもらい確実にゲームをゲットしよう。よしやっていこう。まずお小遣いを増やすにはどうしたらいいのか。答えは簡単。お母さんに求められることをすればいいのです。聞いてはお母さんが喜ぶことをすれば。体がおかしいんだよ。ではお母さんは何をしたら喜ぶのか、何をしたら褒めてくれるのかを考えてみよう。早寝早起き、ご飯をいっぱい食べる、宿題をちゃんとする、こんなところだろうか。一度ここでシミュレーションをしてみよう。お母さん、どうしたのよ。昨日はね早く寝て、早く起きたんだよ。褒めて。うん、それがどうして。いやでもね、ご飯もいっぱい食べたんだよ。褒めて。あら、食べ過ぎは体に良くないわよ。じゃあ、あとね、宿題も全部終わらしたんだよ。僕、褒めて。それはあなたのやるべきことでしょう。褒めるに値しないから。このようにお母さんは簡単にあなたを褒めてはくれません。ではどうすれば簡単にお母さんに褒めてもらえるのか。それはお風呂に入ることだ。なんだって、そんなんじゃお母さんは褒めてくれないって。ではシミュレーションを再開してみよう。お母さん、お母さん、どうしたのグピよ。今からね、僕お風呂に入る。偉いわねグピよ。いやおかしいやん、感動おかしいやん。おかしいやん。当たり前のことやそれは。はいどうぞ。当たり前やそれ。いやけど100円の乗ってる位置おかしいおかしい。もらえるか。このように簡単にお母さんからお小遣いをもらえることが可能でしょう。では世界お母さん攻略研究所でした。次の授業でお会いしましょう。さようなら。いや可愛かった、すごい可愛かったけど、すっごい無理やり感があった。いやこれはね、いやでもこれを実践することによってやっぱりお小遣いももらえるし、お風呂にも入れると。ちょっと待って、おかしくない？お金入って100円もらえるとおかしくない？確かに。だからやばくね？そう、いやだからね、やっぱそれやったら褒められるわけやん、子供って。まあいいことをしたらもらえるみたいなね。そう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 。でそれであつ森買ってください皆さん。お風呂に入ってお小遣いもらってあつ森買ってください。じゃあ次私行きましょうかね。そうね。私。まあわかる、どっちでもいい、どっちでも。じゃあじゃんけんしようか。じゃんけん。じゃんけん行こうかじゃあ。最初はグー、じゃんけんはい。勝ちました。勝ちましたよ。それでも負け。じゃんけんだ。僕のやつはですね、もう中毒になるやつ。中毒動画。はい。中毒動画。一回聞いたら忘れられない、そんなような動画です。なになになに。歌？気になるね。なになに、やばいやばいやばい。昭和レトロ。この番組はすごいめっちゃ古い。なんでなんでこれおはじきおはじき主婦の味方そろばんの提供でそろばんすごいすごいすごいな。いいじゃん。それを楽しく入りたくなるダンスとともにお送りいたします。その名もお風呂でダンスについてする中で踊ってしまうそのダンスを紹介いたします。お風呂に入るワウワウワウ、みんなで入るワウワウワウ、楽しく入ればなんだか気分がウキウキ、パパママじいちゃんばあちゃんと楽しくハイチーズ、近所のじじばばこんにちは回覧板、いつでもカンカン姉ちゃんも今日だけハッピーだ、たまに文句を言ってくる無視しましょう。お風呂に入ろうワウワウワウ、みんなで入ろうワウワウワウ、近所のヤオヤは今日だけ特売日、魚屋さんはイワシをタダでもらうたたんやお団長、うちの学校の校長、ここだけの話いつもするんだ、みんなでゴシゴシふわふわあわあわ、シャンプーリンス髪はピカピカ、心もスッキリワクワク、明日も入ろうお風呂に入ろう、さあ手を叩け5つ数えたら、どった手を取り合って38度の湯船に浸かる、心も体も気分はポカポカ、お風呂上がりはやっぱり牛乳、お風呂に入ろうワウワウワウ、みんなで入ろうワウワウワウ、お風呂に入ろうワウワウワウ、みんなで入ろうワウワウワウ、お風呂掃除も忘れてる。すげえ。いやすごい。ちょっとさ、すごい。ネットの関係であんま聞こえなかったけど、ちゃんと後で聞きたい。すごい。そうですね。ちょっと曲なんでそのハンガーと上でやるとカクついたりするんでね。そうだね。ちょっと最後しっかり聞こえなかったですけども。めっちゃすごい。ガチだった。ちゃんと歌詞もちゃんと作ったんだよ。はい、もう1曲を作りましたもん。すごい。いやーこれはすごいな。これはすごいわ。高いな。ちょっとボス行こう。さあ1位の動画。1位の動画。1位の答え合わせ答え合わせ。私は今回も。よっちさんから助言をいただいて、今回もかいでそのテーマをもとに3パターン考えて、その1個です。ああなるほど。ダメだよ、お風呂入んないと。どうしたらお風呂入ってくれる？じゃあお風呂一緒入る？うわー、うん、じゃあ入ろっか。優勝優勝決まりました。続きを見せてお風呂に一緒に、お風呂ね、お風呂のとこね、お風呂入ってるとこね、続き見せてくれ。いやーずるいよ、これはずるいよ、これはずるいよ、お風呂に一緒に入ろうよ。いな、なんかよっさんに優勝やん。優勝だよこんなの。ゆうちさんになんか一緒にお風呂入ろうみたいな動画みたいな助言いただいて3パターン作りました。3パターン作った。これが一番自信作なんだね。これが一番安定してましたね。あとは彼氏なんか初めて泊まりに来た彼氏編と。あと私がお風呂入るのめんどくさいパターン編ですね。ああ、それも見たいわ。それも見たい。個人的に送ってください。いやでもね、すごいね、なんかみんな個性的で、すごかったです。すっごい長い人もいればめちゃめちゃドミちゃんみたいに短い人もいれば、でもまあね、伝え方はねいろいろですからね。まあこれをね判定するのは僕たちではなくスタッフなので、でもスタッフにね票は集まってます。じゃあまず最下位からいこうかな。最下位からやってもう1位と2位だけでいいんじゃないね。最下位の方はよっちー。いやだよね、ゼロ票だよね。ゼロ票入ってたの？あ、一応りっちゃんは票入ってた。よかった、嬉しいわ。俺もねちょっとね今回はねちょっとダメだと思った。あれはね多分視聴者のスタッフにも感じたと思う。あ、よっちゃんこいつ手抜きしたなと。今のところ2回ともダメなんじゃないですか。その終了画面といい、お風呂もいい。今のところ2個とも連敗ですよ。俺ちょっと待って、YouTuber 向いてねえよ。第1回お風呂に入りたくなる動画1位は、あ、俺終わったんだって、ドミちゃん。おお、うわー、分かってたよ、分かってたよ、分かってたよ。祈るまでもなかった。こんなもう無駄な行為だから。そう、それもう分かってたから、逆に私2位が知りたい。嬉しい。2位は実はですね、スタンプの数だけでいうと同率なんよ。他に何があるんですか？ただ人で競ったら要件です。いやだよね。やっぱすごいもん。やっぱクオリティが高い。そう。頑張った甲斐がありました。いや本当に。俺で4がりっちゃん。なるほどなるほど。ああ。みんなすごいねでもね、なんかすごい、みんな個人の力はすごいよ。そうだからやっぱあれじゃない、家で一人でいるからさ、なんかいろいろこう作り込めるんじゃない、やっぱりスタジオでみんなでいる時よりさ。そう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 。ありますからね。すごいね。うん、逆にいいのかも。クリエイターだね。ね。てなわけでですね、皆さんいかがだったでしょうか。はい、このね、なんかそのチャンネル登録だとかお風呂入りたい。なるだとかね、結構これからねいろいろなんかねそういう作品、作っていけたらなと思います。はい、次回はどんなのか、また考えておきますので皆さんお楽しみに。はい、それではこの動画が面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。